おはようございます。茂木耕作美空研究所朝礼、今日は令和5年1月20日ですね。砂塚森田さん、おはようございます。森本茜さん、おはようございます。聞いたよ。善くん、おはようございます。よかったね。なんかあの親子で往復をスタンド FM の音声でするってね、お母さんの声聞こえるっていいんでしょうね。めちゃくちゃ善くん嬉しそうだったもんな。で、なんていうの、お母さんのスタイフの放送を聞いてお母さん最高だなってみんなの前で言える小学校4年生で、いやなんか素晴らしいよね。あかねさん、おはようございます。昨日聞きましたよ。まあ最高だったね。やっぱ譲って最高。わあ、まあまあ、あかねのアフタヌーンティーラジオっていうのを僕は提案しました。何がありますかね。なんかチャンネルタイトル考えたいなと。わあ、まあまあ、あかねのなんかあれもう一つあったんだよな。何何なんか言ってたよね。あの放送の中で喋ってたワードで、あ、これいいんじゃねえかなと思ったんだけど、なんだっけな、忘れちゃった。でもなんか自分でお話ししてる内容の中から自然になんかひょっとするといいタイトルになるんじゃないかな。でね、あのタイトルって縛りだから、なんていうか最初から縛り決めるとっていうのもあるんだけど、なんか話しにくくなっちゃうのか。だけど全く縛りがないのも、もう途切れてしまうっていう、なんていうの、やらなくてもいいかの、あのガードが外れるっていうか、程よい幅のフレームがあった方がいいんですよねと思って。でもなんかワンママカネがこういう風なことをここではちょっとたまに喋りたいなっていうことですよね。なんかそれがうまくタイトルに現れてると続けやすいような気がしたので、あえてタイトル提案してみたんですけど、まあいつ変えても自由なので、なんか楽しみです。第1回からあそこまでね聞きやすいというか、まあ普段ねお話、声を使うお仕事されてるからだと思うんですけど、すっごい聞き取りやすいですね。なんだろうな、聞き取りやすいっていうか聞いてて心地よいというか、それは本当にあのなんだろうな、普段無意識にいろいろやって積み上げていることの結晶というか、そういうもんだと思うんですけど、でその声をさ、善はさいつでも聞き直せるわけだよね。いやそれすごいいいと思う。読み聞かせとかもさ、最初ね昔どうしようかみたいな話で出ましたけど、そうなんかお母さんの声を聞きたいっていうのはすっげー子供にとっていい影響ある気がするんですよね。これはなんか何の根拠もないけど、何を言うかもまあ大事っちゃ大事なんだけど、それ以上にお母さんの声がちゃんと聞けるっていうのは、なんていうか圧倒的な安心感があるんですよね。すっげー嬉しそうだもんな、善がな、あんなちゃんとまっすぐ喜ぶんだと思って、これもまたびっくりで、なんかまあまだ小4だからっていうのもあるかもしれないけど、お母さんほんとめっちゃ好きなんだけど恥ずかしくなっちゃうっていう微妙な年齢いつか来るじゃないですか。でも本当はね聞きたいわけよ。こっそり聞けるじゃん、スタイルだったら。そのなんかいずれ難しくなった時期においてもね、でまあまあ結局来ないかもしれないけどさ、いやなんかあれで繋がっとくって実はものすごい発明かもしれないですよ。多分誰もやってないんじゃない、だって小学校4年生でやってるやつがいないから。あのワーママがやってるのはボイシーでね、
いらっしゃいましたけど、ワーママハルさんっていうすっごい有名な方がいらっしゃるんですけど、でもワーママハルさんも本当に仕事の合間にあのボイスメモとして、なんか本当にね、ボイシーがすごくちっちゃかった頃に始めて、でそれが気づいたら大人気番組に3年4年かけてなっていったみたいな感じだったと思うんですけど、まあその大きくなるかともかくとして、残しておくことにいかに価値があるかっていうのは、そこに関してはもうなんか実証済みだと思うんですよね。だから本当にこんなの大した話じゃないなとか、緩く発散してるだけでとか、雑談なんだけどね、世間話なんだけどねっていうことが、あの本当一部聞く人にとってみればものすごいありがたかったり嬉しかったり、でもそれだけで価値あるよね。なんかそれがさ週1回でもあって、それはもうなんか楽しみでしょうかねみたいな状態にすでに俺はなってます次来週かと思っていやもういいんだよ、そんな無理しないで、あのでもぜひね続けてほしいなと思いましたね。ほんと素晴らしい1回目で、まあ1回目は1回目に自己紹介してくださったから、ああそういうのもあったんだと、その保育のソーシャルワーカーとか保育士さんの資格持ってらっしゃったんですねとか、あれってさ、あれそうか、まあ自己紹介に書いてくださってたかもしれないけど忘れてましたねでも改めて声で自己紹介でそれ言われると、なんかまあまた忘れちゃうかもしれないけどさ、記憶にやっぱり残りやすいんじゃないかな。あので自分が誰かっていうのを、あのなんていうの、名前と顔だけでも覚えて帰ってくださいって芸人さん言うじゃないですか。でもそれきっかけでずっと付き合い長くしていけば、ちょっとずつ本当に分かってほしいところも覚えてくれるようになるからっていう、本当はそっちによ覚えてほしいとかあるじゃないですか。本当に子供が好きなんですよとか、だからこういうふうに生きてるんですよとか、そんな中でも仕事はこういうことを大事にしてるんですよとか、でそんなかんこんなで BTM をやってて、でそれってあのただ肩書きとしてやってるんじゃなくて、私としてはこういうつもりなんですっていうのは分かってくれる人が一人増えるっていうだけで、やっぱりなんかやる活動のなんていうのかな、それに対する活力が全然違うっていうか僕今日もこれからね読み聞かせいくんですけど、なんやってもやらなくてもいいんだけど、なんでやってんのかなっていうことに対してエネルギーの湧き方がね上がる方がいいじゃないですか。それって多分あの見てくれる人が一人でもいるっていうのがはっきり分かっていればいるほど、なんていうか、自分が納得しやすいんですよね。やっぱやろうって思えるっていうか、いや本当に素晴らしい第1回でおめでとうございますブランニューアカネが誕生でございますね。そして山本健太さんおはようございます。清水信之さんおはようございます。あの野菜の出汁となんだよ松海、あの小山愛さんからあの買ったやつね、あれ良かったですね。なんかああいうのどんどんやりましょう。ちょっと買ったやつこれ良かったよとかで、愛さんもうんちく小ネタをそのコメント欄で返すっていうと、僕らもやっぱりああなるほどって思うじゃないですか。あ松の実をジェノベーゼになるほどねとやってみようって思うもんね。それでなんだろう、なんていうの、ああいうきっかけなかったらやらないことだけど、きっかけさえあってやりさえすればすごくいいことみたいな、あのそういう種まきとしてはね、なんていうの、サロンメンバーぐらいの距離感の人がこれやってみたよは本当にいい刺激になると思うんですよね。いやなんかいいなと思いました。あの清水さんにコメント欄で小山さん
書いてくださってましたけど、まあ、その後今朝もねなんか直接あのメッセンジャーで質問来てて、ちょっとこういうことを調べたいけど、ちゃんと理解するにはどういうことを大事にしたらいいんですかねみたいな、なんかすごくいい質問いただいて、さっきまでやり取りしてたんですけど、あ、これ大事だなって答えながら思いましたね。どういうことに気をつけて、こういう記事を読むようにしてるのかって自分の中でもなんとなくあったんですけど、やっぱ科学ってこういうことだなとか、そういうのがねこうなんていうか言語化する機会になって、学びの引き出しをこう質問してもらえるとすごくいただけるんで、いや小山さんの加入でかいんですよ、本当にありがたい。いや僕の中では今すごく熱いですね、小山さんとのやり取りが。やっぱり新規加入ありがたいですね、本当に一人一人毎月なんだかんだでね、先月直くん今月小山さんっていう感じで入ると、やっぱり頭に対するこう刺激の入り方が違うっていうか、なんか頭良くなってるって思うんですよ。なんか質問されるとさ、すっげえ一生懸命考えるから、いや本当にいいやり取りだったと思います。本当にまたお願いします。寺石ゆかさんおはようございます。中村修平さんおはようございます。山田友人さんおはようございます。中島明さんおはようございます。京都の大階段駆け上がり大会に応援に来れるかどうか、お休みを取れるかどうかということなんですけど、何としても取っていただきたい。、はい、よろしくお願いします。佐藤直君おはようございます。小山愛さんおはようございます。小山愛さんがね、まあ、さっきもちょっとちらっと触れましたけど、清水さんのね、だし買いましたよ、野菜のスープね、で松の実も買いましたよと、小山さんのね、会社のやつなんですけど、でこれからこんな感じで食べてみようと思いますっていう、で小山さんが私はこういう風に使うのもいいと思ってますとか、松の実だったらジュノベーゼにするのがとかっていうね、なるほどなっていうやり取りじゃないですか。でも本当些細な話だから、例えばそのネット上の記事にブログで上がるかって言ったら、そこまででもないっていうさ、なんかそのラインありますよね。その多分書いてもバズるほどではないから、多分多くの人は誰も記事にしないと、だけどまあどっかにあるのかもしれないよ、誰かがこう日常っていうことで記事にしてるかもしれないけど、それに行き当たるきっかけが僕らにはないじゃないですか。だけどまあ同じサロンメンバーの清水さんが、小山さん入ってきた、あ、そんなメーカーで営業されてんだ、できっかけで、購入してみてっていうやり取りって、まあ、僕らは関心を持つ理由がちゃんとあるじゃないですか。でその延長上で、まあ、そんなこうわーっていう話でもないかもしれないけど、でもいい話ですよね。なるほどねと、あ、やってみようぐらいのきっかけにはなるじゃないですか。なんかああいうやり取りがこう増えると嬉しいですね。なんか生活が豊かになるし、なんていうんですかね、ただ豊かになるとか美味しいとかそれだけじゃなくて、人とつながった結果として美味しさを感じたいんですよ。なんていうか、で美味しさを感じるだけじゃなくて、それがどのように体に良いのかっていうのを分かっているとなおさら嬉しいですよね。でそんなものって意外と探してもないんだよ、身の回りで。まあそれなりに職員気をつけてるつもりとかあるよ、誰々がいいと言ってたから試してみたとか散々やってますけど、でまあまあその辞めちゃったのもあれば生き残ってるのもあって、
あるんだけど、これあの人とのあのやり取りから始まって習慣化して今これ食べてんだよなっていう記憶に、その食べ物と人との人付き合いとのつながりがさ紐づくっていうのは意外と少ないですよね。まあなんかそのお中元とかで誰々さんが来て、なんだこの珍しい食べ物はみたいな、それはまあそれでいいんだけどね。それはまあその食べ物を介して人が向こう側に見えて、あの人からこの絵が来たんだだと思うんですけど、それともう一歩踏み込んだ話だと思うんだよ。やっぱりあの人とあの人のやり取りがきっかけで、あ、そういう風に体に良くて、そういう風に美味しくて、そういう風に生活が豊かになるっていうところまでこうビジョンができた上でこうやってみる理由がすごく豊富っていうかね、豊かな話だなと思いましたね。で、多分まあそのやり取りだけじゃなくて、その直接メッセンジャーでくれた話も軽くちょっと今日はね、あと10分ぐらい喋りたいんですけどまあ例えば、健康に良いとか、まあ、こういう病気に関してはこういう食べ物が良いのではないかと、まあ、そういう話って世の中にたくさんあって、僕も大好きなんですよ。そのそれこそコーヒーは1日何杯までとかさまああるじゃないですか。まあそれこそ岡部友さんって食についてすごい語ってらっしゃいますけど、まあまあ岡部さんの場合はね、細胞、人の体を作ってる細胞っていうのがどういう成分でできてて、まあ、それを新陳代謝でこう入れ替えていくときにどういう材料が必要で、その材料としてその食べ物が当たってるのか邪魔をしてしまうのか、取りすぎということはどういうことなのかとか、少なすぎるというのはどのラインからなのか、個々人の、まあ、体格であったりコンディションであったり年齢だったりで、どのようににいい考えをこう整理していくと、まあ自然とおのずと食べるものってこの辺になってくるよねと、まあこういう食事にしていこうっていう、まあディレクションが決まって、でそうすると美味しくて良いもので、まあ体も結局良い状態をキープできるんで、まあ習慣かもしれません。その無理して我慢せずに、我慢とかを入れずに、自分が食べたくて食べるもので、それが結果体に良くてっていうサイクルにしていくための考え方を岡部さんとかはね YouTube で喋ってるなと思うんですけど、でまあ多分その食品の会社に勤められてるっていうのもあると思うんですけど、小山さんも当然そういうこといろいろアンテナ張ってらっしゃると思うんですよ。でまあそういう中でも小山さんも別になんていうか研究者の専門家じゃないからさ、これどうなんだろうなと、これが本当なのか正しいのかどうかってわからないラインの記事っていっぱいあるわけよで俺もそういうのいっぱい見るわけで、もちろん僕は食品の研究者じゃないから、食品の科学論文とかでこういうことが証明されたとか、証明されたというか発表されて、これがいいとされてるよっていう研究結果だよみたいな、まあその紹介記事みたいなの見て、科学者ではあるけどその専門分野ではないっていう記事について真偽の確からしさっていうかさ、どうなんかなっていう思うよね。でそれってどうするんですかみたいな、まあどういうふうにこう向き合うのかっていう、まあご質問ですよね。でめちゃくちゃいい質問だなとちょっと上からなっちゃいますけど、めちゃくちゃいい質問で本当大事なとこだなと思ったんで、まあ何に気をつけているかっていうのを僕なりに3点整理してすぐお返ししたんですよ。でまあその話をちょっとかいつまんで言いますと、まずその本当らしそうだという雰囲気を出していて、
だけど本当かどうかは判断するこちら側のこうリテラシーが追いついてないんで、本当に信じていいのかな信じたいけどみたいな状態の、まあ、記事があったとするじゃないですか。まあ、これでこういう食べ物を食べるとこういう病気が治るとかさ、まあ、例えばねそういうやつね、まあいっぱいあるじゃん。で僕がやっているのはですね、まず一つはその記事が正しいかどうかを確定しようとしないっていうことですこれはこれはすごく大事なところで、確定したいじゃないですか。本当に正しいの？正しいんだったらやるよって思いたいじゃないですか。でこれがその記事が嘘だっていうのも確定しない、その記事が正しいっていうのも確定しない、その間に置いておくっていうのが僕はすっごい大事だと思ってて、科学ってそういうもんだよねっていうことなんですよ。でまあその研究論文であっても、だから一生懸命いろんな証拠集めて署名しようとその研究者の人は努力したんだと思うんですよ。でその研究者の人は確固たる信念でこれは確からしいんだと主張し、まあ専門家同士の厳しい目で審査されて、いいんじゃないかと思われたので、専門の雑誌に、公表されてということだと思うんですよ。だからまあ全く嘘じゃないだろうという確率は上がるけど、まあそこまでやっていたって、覆されることはあるんですよ。そこまでやっていても覆されることがある。だから全く嘘でした、嘘でしたっていうか悪意のある嘘じゃないよ、っていうことはあるんですよね。覆されました。何年か後に経ってよくよく調べてみたら、まあそういうふうに調べたらそう見えてしまった、そういう結果になってしまったっていうのはある意味その悪意もなく仕方のないことなんだけど、前提条件を変えたら、で人体の中で本当に起こってるより叱るべき前提条件に変えたら逆の結果になっちゃいましたみたいなことはあり得るじゃないですか。それはまあ人体じゃなくてもその自然環境を調べる、まあ気象学とかで調べてても起こることなんですよね。だからそれこそ僕も自分の専門分野で書いてる論文とかが現時点では一番確からしいと思って論文書いて提出しますけど、まあなんか10年後にそれが全くこう覆されるっていうことが他の研究によって、まあ、技術の進歩とデータの進歩と、まあ、考える人が増えて視点が多角化されることでこうひっくり返るみたいなことは あっていいしあるべきだと思ってるし、その土台になったことが僕の成果なんですよね。だからなんていうか、まあ、僕はそういうふうに捉えてるっていうことですね。で、まあ、大体科学ってそういうもんじゃないと、そのこれが現時点では一番確からしいって一生懸命調べて土台を作って提出すると、それを元に議論して、まあなんていうか、なんかそれに納得いかないなっていう視点から研究を始める人もいるし、あの人がそう言ってるんだから、もっとそれを進化させた次の理解を作るとしたらこうじゃないかって言って、まあ、その論に乗っかってどんどんこう上に積み上げていくような科学の進歩もあるわけですけど、だから反証するっていうことで論文を否定するっていうことで新しい成果ができるっていうのも一方ではこう積み上がっていくんですよね。なのでまあそんな感じのことをやってるわけです僕らは。分野顔は関係なく科学ってそういうことをやってると思うんですよ。だから正しいか正しくないかっていうふうに二元論的に確定しようとすると、基本的に、間違いのもとというかそう、科学的ではなくなってしまうっていうことですね。これはまあ難しいところなんですけど科学的であろうとすることはすごくふわふわした寄りかかる場所のない中間でこうなんていうかエネルギーの必要
とすることなんですけど、まあそういう論もあるよねということは頭にストックするところで止めると。なるほどねと、説得力が感じるし、そういう研究があるのかと、そういう事実があったのかと、まあ事実ファクトは認めてもいいと思うというか、そういうぐらいの感じですね。でまあ仕組みとしてはこういうことが考えられるって言われてて、なるほど、それもまあそういうことがあるのかなと、まあそこまでがまず第一点ですね。その前提がまあ科学だなと思います僕はね。で2点目はですね、まあそういうのをストックしていくと、似たような前提条件で私も証明しましたみたいなのもあるんだけど、前提条件が違ってたりとか立場とか視点が違うっていう、まあいわゆるその砂塚さん的なね、そのポジションこうサロン内でもいろいろあるじゃないですか、いろんな意見あるんだけど、で視点が全然こう違うところからなんだけど、大体同じところが共通点としてこの辺にあるねっていうところが本質だと思うんでね。で科学も大体一緒で、その立場とかまあ、ステークホルダーだったりいろいろするわけよ。まあそれこそなんていうか、利害関係って別に悪意がある利害関係っていう意味じゃなくて、まあモチベーションとしてさ、当然その研究をやる文脈があるわけですよね。でまあこういう研究所を長年こういう取り組みをしてきたから次はこれだっていう感じが多いと思うんですけど、でまあ、その文脈がこう違う視点からこう入ってきて、同じ結果にたどり着いていたりとかすると、でまあだからそのそれこそ健康について調べていて、ただ単にその医療を調べていたわけじゃないと、食べ物の成分についてただ調べていただけなんだけど、どうやらこういう効果があるっていうことが分かったっていう話と、まあ、医療現場でいろんな人を治して、まあ、いろんな病気に対処しているときに、どうやらなんかこの薬に対してはこういうふうに反応する人が多いなと、これなんだろうなみたいな、そのこれって別な視点なんですよね。だけど同じところにもし行き着いていたとすると、確からしい確率が上がるぐらいの感じですね。たまたまでも、でもたまたまでもそういうこと起こるからね。だから確からしい確率上がったなっていうくらいな感じです。あ、友人さんおはようございます。で3点目なんだっけ、忘れちゃったなまあでも2点でも十分かなと思うんですけど、まああとはね、その僕が大事だなと思うのは、そういう話をいろんな人と、まあいろんな理解度の人、まあいろんな詳しさの人いると思うんですけど、まあ、質問できる人を増やすっていうのは僕は大事なんじゃないかなと思うんですよね。でまあこういう論があるよねと、でなるほどなと思ったんですっていう、ああなるほどっていうことを話し合える人をたくさん持っておくっていうのは僕は大事なんじゃないかなと思ってて、まあそのためのサロンなので、それこそね、ただまああんまりこう公にすると怒っちゃう人とかいるっていうね、そういうのは求めないんで、だからその論破とかしてくる人とは喋りたくないじゃないですか、怖いからそうか、本当にそのそっちらさんが正しいかもしれないけど、論破されたくてこの話したんじゃないんですみたいな時あるじゃん。だからまあ比較的その平和が保たれる空間においていろんな人と質問したり、まあ、こういう話があってさっていう話題をできるだけたくさんいろんな人と喋れるといいんじゃないかなっていう、まあそうすると視点が増えるじゃないですか。で視点が増えて納得する、別な視点から納得できたりとか、いろんな理解レベルの人が納得にたどり着けるんだったら、まあ確からしくなってきますよねっていうことなんじゃないかなと思ってますでもすごくいい質問だったんで、これはもう今ね、ちょっと僕もサロンの中で一番こういうことしたかったっていう
ディスカッションだなと思ったんで話してみました。いかがでしょうか。またよかったらね、他にもたくさん質問あるんですっていうふうにおっしゃってましたけど、ぜひね、まあ もちろんね、サロン内に共有してくれたら僕は嬉しいですけど、僕に個別に全然いただいても大丈夫なんで、まあ僕が思う範囲のことはそのまま隠さずお答えしますし、まあでもね、小山さんだけじゃなく、これどうなんですかねっていうのはもらえると盛り上がるんじゃないかなと思ったりしました。ということで、今日も皆さん一日どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。友人さん、ありがとう。じゃあね。